グナってクールだよな。気に入られたいよ、ブーディー。待て待て、いいか、オーリー。女子はクリエイティブが好きなんだ。読書とかダンスとか。ダンス、それいいね。待て、まだ話して。よし、グナ。あら、オーリー。今度、僕と遊びに行こう。私、もう、行かなきゃ。こら、お得意さんをビビらせるな。ごめんおじさん、ただ僕デートしたくて。デート、うっかりだ。大事な日なのを忘れてた。愛の薬を吹きかけていかにゃ。わお、愛の薬、それ気になる。ほう、これこれこれだな。ダンスよりいい香りの方がシグナに効果ありそうだ。待ってろ、かわいこちゃん。それじゃあな。行こう、ブーディー、チャンスだ。ね、ちょっと勝手に入って平気？見ろ、ここにあった。これでみんな一コロ。ねねねねね、そう、それってやばくない？やばそうじゃない？なあ、このクールな見た目見ろよ。わあ、みんなが俺たちを見てる。そうだろうな、わかるよ。俺ら今最高にクールだし。見つけたぜ、あれシグナだ。マジ？なんか彼女来てるね。いいね、行ってみよう。ねえシグナ、僕と一緒に。ああ、お前と私は一つになるのだ。その魂を差し出せ。それつまりデートしたいの？ああ死ぬんじゃない、死ぬんじゃない。心配するな、何があっても僕が。ああ、オーリー助けて。うわあ、シグナ、本当にごめん、僕が悪い。ただ君と踊りたかっただけなんだ。あ、そうか、ブーティービートだ、ビート刻んで。あ、わかった。なんなの、オーリー、踊っているの？何これ、すごいクール。我々は闇の魔術を使ってこいつを。あ、こんなとこ切られない。待ってシグナ。ああ、もう。ほう、お薬さんどうした？シグナが。解決策はある、完璧なのかな。待ってろ。それまさかあの薬。あ、おじさん待って、話させて。おっと、こっちじゃなかったな。魅惑の香り、すべて解決だ。また事故っちゃうよ。おじさん、おじさんのことは僕が守る。何が起きても僕らがヒーローだ。イエス。